い、っていうわけでやってもらいました。今日はですね、こちら N 番です。はい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 、今日もやってもらいました、今日はですね、本田さんに車をお借りしてレビューしようと思います。早速外装の方を見てみましょう。ホンダ N 番 L ホンダセンシングということで、こちらね、今日は台車でお借りしております。見ての通りね、一番ベーシックな、タイプになりますね。価格の方はね、134万円からですね。ちなみにね、スタイルファンは、156万円からですね。まあ22万円ぐらいのね差があるということで、商用車という感じがしますね。スタイルファンと違ってね、このヘッドライト、この本当にね、本当にもう昔ながらのね、このハロゲンライトといいますか、何のね装飾もないこのシンプルな、ヘッドライト、いいですね。いや、このシルバーもね、すごい商用車の匂いがプンプンしていいですよね。フォグランプらしきものもね一切ついてないですね。あれ、ここ普段何でしたっけね。なんか全てね塞がってますよね。一応ね、この N 版はね、ここほら風切りのねベロがねついてますね。で、この N 版はねフロントエンジンということで、ちょっとね鼻がねこれぐらい出てます。まあでも車高がね結構高いんですよね。私ね、結構背が高い方なんですけど、183センチあります。ほぼ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 一緒ですね。やっぱりね、バンということで天井がね盛り上がってますよね。このボコボコとしたね、横のライン、これはね、ボディ合成を兼ねてるというデザインになってるらしいですね。まあ、なぜねこういったところでボディ合成を出してるかと言いますと、ほらこれビッグ開口ということで、B ピラーがねないんですよね。いや、本当にねガバッと開きます。なのでこのフレームがね、普通のバンよりも、強化されてるということで、この扉自体にもね、強度を持たしてるということですね。まあ、ちょっと後ろ開けてみましょう。おほほ、扉がでかいわ。いやー、もう本当にねバンっていう感じでね、何にもないですね。もうこういうとこね鉄板でね、ちょっとこれ、なんかやっぱ騒音性とかね、その辺も捨ててる感じがしますよね。とりあえず安く作って、まあ荷物がいっぱい乗るように、設計されてる感じですね。ちょっと倒してみましょう。ほら、簡単、片手でね簡単に倒れます。こっちもね、このペラッペラの、ほんとペラッペラなんですよこれ。ほら、シート、ペラッペラのシートを倒します。もう乗り心地なんかねどうでもいいって感じですよね。あ、結構やっぱ広いわこれね。横にねなんかメモリがついてるんですよね。こう0から40、これ何のメモリでしょうね。あ、そっか、これね N 版ね、あのスペアタイヤが、こういうね中にねついてないんですよね。この下とかにねついてなくて、このボディのね、このボディの下に、タイヤがね、ひっついてる感じですね。まあこれバンなんで、こういうスペアタイヤ、あのいわゆる普通のねタイヤの小さいバージョンみたいな感じになってるみたいですね。やっぱ新車なんで下は綺麗ですね。まあ単純な構造ですね。これマフラーか、細いマフラー。さっきのスペアタイヤね、こういうボルトを外して、このバンパーごとねガバッと外してね、それでこの中にある工具を出して、タイヤを変えるという作業があるんですが、ものすごいねあのめんどくさいんですよ。なのでね、この上の i ボタン、押してみてください。 N 版のね、タイヤの交換の仕方、貼ってますので皆さん参考にしてくださいね。ちょっと助手席も倒してみますね。このヘッドレストはね、この扉の横にね、こう収まるようになってます。で、なんとね、この助手席ね、フルフラットになるんです。ほらほらほら、フルフラット。ここまでね、フラットになる車ってね、他にないと思いますね。で、さらにこの穴埋めパネル、こっから出てきます。あの、バイクがね、乗せれるっていう噂ですね。ちょっと寝転んでみましょう。まあ一応ね、ドキンでお邪魔します。私ね、身長183センチです。足ここですね。まだちょっとゆとりあります。で、寝転びます。
うわはは、まだまだ余裕がありますね。ちなみに私1回この N 番で車中泊しました。そちらの動画、この i ボタンを押してくださいね。まあでもね、大人2人で泊まったんですけど、まあ広いと言ったら嘘になります。まあ狭いんですけど、なんとか車中泊できたなということですね。まあその時の感想としてはね、どうしてもこれタイヤボックスがねボコッと出てるんで、頭をねこっち向きで、2人で寝るとどうしてもこいつが邪魔になるという感じでしたね。まあでも広いわ、天井が高いんでね。 N 版はねフロントエンジンなので、リアにねエンジンがないということで、床からの設置面積がだいぶ低いということで、荷物のね積み下ろしが結構楽だということらしいですね。内装の方はこんな感じです。いや、シンプルでね、なんか男気のあるデザインですよね。仕事感出てます。でちょっとね暑いんで鍵をかけさせてもらいます。この鍵をね回すタイプですね。いやもうこれで十分だと思うんですけどね、逆にこっちの方がいいなと。現在設置に盗難が多発しています。ご注意ください。でこの N 版の特徴はね、これホンダセンシングがついてるんですね。この N 版のね、この下のグレードでもねこの、ホンダセンシングがついてるということで、いやもう働く人にもね安心ですよね。衝突安全システムの、ブレーキ補助システムとか、ハンドルをね、車線からはみ出た時に、補正してくれる、補助システムとか、あとね前の車を追尾するというね ACC もついております。でこちら、オートマなんですけども、実はねマニュアルの設定もあります。そのマニュアル設定ね、なんとねホンダ S660 とね同じマニュアルミッションを積んでるということで、いやマニュアルタイプね一回乗ってみたいなと思うんですけど、なかなかね出会わないですよね。内装はね、すごいねシンプルでプラスチッキーな感じはするんですが、機能にね溢れてるという感じがしますね。これなんかもねほらビニール袋ねをここに引っ掛けれるスペースになってますね。でなんとねアームレストついてます。結構このアームレストね分厚くて気持ちいいんですよね。運転席側のねシートは結構これふかふかなんですよね。普通の乗用車並みのシートなんですが、残念ながらねこの助手席これねペラペラなんですよ。助手席とねこの後ろのシートはものすごいペラペラでね、やっぱりねこれお仕事車だなという感じがしますね。その代わり、室内をフルフラットにして、広く使えるということですね。こんな感じで横移動できます。まあシフトノブがねここにあるので、足元はね結構、広く横移動できるようになってます。ただね、荷物が横にね行かないように、ここほら仕切り板がねなんとついてるんですよね。シート自体もねなんか幅が狭いです。あれこっちの運転席の方はね、これ実際幅が広いみたいですね。広くてこの横のね、クッションも結構いいんですよね。でこっちはねもう平らのね、平らで狭いわ硬いわっていう感じがしますね。このペラペラのシート、しかもめっちゃ狭いわ。荷台はね結構広いんですけど、この後ろの助手席ねかなり狭いです。今もうこれ私ねもうほとんど拳1個あぎり入るかな。でもこれ気をつけ座りしてやっと1個入るぐらいですね。いやこれヘッドレストもないんですね。そっか、シートベルトこんな後ろの方にあります。一応こういう感じでシートベルト、まあ当たり前なんですけどつけれますね。ライトの方ねつけてみました。まあ必要最低限な感じがしていいですよね。この横のウインカーなんかね、これほんと昔ながらの。ちなみにアンテナ、すげえシンプルだわ。このメーターね、結構シンプルでかっこいいですよね。私このデザイン実は結構好きです。今これ試乗車ということでね、まあ燃費は 13.5 キロパリッターになってますね。ちなみにカタログ燃費は、JC08 モードで 23.8 キロパリッター、23キロ走るの。まあちなみに最高出力53馬力ですね。では試乗の方してみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。ホンダ N 版ということでね、
んということで、まあ、あの今走り始めた印象としてはやっぱ結構ね、やっぱあの音が遮音性はね、まあこれしょうがないかなっていう感じですね。ロードノイズとかねバリバリ入ってきますね。で、車内がね結構広いんで、まあ 5K なんですけど全然ね窮屈な感じはしないですね。でやっぱりねこの、シート、まあ、この運転席のところのねシートはね、結構クッション性がいいなと思いました。シートのね座面の高さも結構高めに設定されてますね。普通の乗用車よりね見晴らしがいいなという感じがしますね。今これ巻き込み確認もバリバリ、もう窓がね広いんでね、もう視界抜群ですよね。ではね、ちょっとこちら50キロまで、速度が出せます。ちょっと踏み込んでみましょう。まあちょっと今クーラーつけてるからかな、加速がね、まあこんなもんですかね。まあこれやはりね軽ということでね、ターボもついてないんで、しかも今荷物全く積んでない状態ですね。なのでまあ加速はね、まあさすがに普通の乗用車に比べるとね、あまり良くはないんですけども、まあ走らないっていうことではないです。今こちらちょっと坂道ね、踏んでみましょうね。まあベタ踏みです。まあ、前の車にねちょっと追いつくのがちょっとしんどいかなっていう感じがしますね。まあ、今これせっかくなんでねちょっと追尾やってみましょう。 ACC ですね。セット ACC 出ました。今ね、アクセル外してる状態です。前の車にね、追尾してますね。キャンセル。まあ長距離のね、配達とかには、役立つと思いますね。やっぱり毎日運転してるとね足が疲れちゃいますもんね。ではね、ちょっとイコンモードを押してみましょう。こっち JC08 モードで 23.8kg/L と、まあものすごいね優秀ですよね。ハイブリッドでもないのにねこんなに走るんですよね。まあ、実燃費はねもう少し下がると思うんですが、いや本当にね、まあ経済的な車だなという感じがしますね。でまあ価格の方もね、134万円からということで、まあ車両価格もねぐっと抑えられますよね。それでいてこのホンダセンシングがついてるということで、やっぱ安心ですよね。やっぱりねこれちょっと運転しててね、車高が高いんで、なんかやっぱ気持ちいいですよね。まあ、運転してる人はね、疲れにくいような感じがしますね。いやこの間まあでも車中泊ねした時思ったんですけど、やっぱりね結構過酷だなと。車の中で泊まるのってねやっぱ過酷なんですよね。で冬だったんで泊まった時は寒くてね、この N 版はねやっぱこの内装がね結構、鉄板なんでね、この外の寒さをダイレクトにね鉄板に伝わってね来ましたね。もう隙間風はないんですけど、その代わりちょっともう冷えるなと、底冷えするなという感じでしたね。でまあフルフラットに、ね、なるというのがね、まあ、やっぱり横になってね寝たいですよね。やっぱシートがねフルフラットにならない車って結構多いので、まあ車中泊するんだったらね、完全にフラットになって、まあ、横になれる車をおすすめしますね。まあ、疲れ具合が全然違いますからね。イーコンモードでフル加速。5500回転でまあ40キロまで達成するのに、まあまあ時間がかかりました。まあでもエンジンうなってて運転してるぞという感じはしましたね。はい、どうでしたかね、N 版グレードの方はね、低いんですが、本来のね版としての使い方ができそうですよね。
私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで N 番でした。じゃあね、ボーイシュー。